ようございます。今日の天気じゃなくて、はい、12月28日水曜日ね。今日のアムステルダムの天気は雨ですね。これから雨が降るみたいですね。気温は9度ね。体感気温は、書いてないと、最高気温が10度、最低気温がマイナス6度となっており、風が非常に強い一日となるようですね。さあ今日もね、朝からコーヒーを飲んで一日を始めたいと思います。今日のコーヒーは、エルサルバドルを飲んでみようかなと思いますよ。どうしたんでしょうか。今日は、忘年会がね、取り行われる予定、参加する方でね、行く予定だったんですけど、キャンセルになり、ね、時間がぽっかり空いたという感じになっちゃいましたね。残念。あれどうした、なんか多いぞ。どうしたんでしょうか。昨日なんかコーヒーを飲もうかとなんかして入れてない可能性がありますね、これは。これは多分ね、多いですね。これ 50g ありますね。なるほど、やらかしてしまいました。なので、いつもより多めに入れたいと思います。これはちょっと失敗しましたね。昨日は昨日でね、オランダの、先輩友達と一緒にご飯を食べてたんですけど、ね、やっぱり健康が一番だとね。健康がないと何もできないというね。健康の話になるとね、いつも捻挫をした時の話をね、思い出すんですよね。あの時は本当にあれでしたね、歩けなかったね。あの捻挫からもう4年も経ったんですね。ひなちゃん、あなた何してんの、そこで。ないのよ、あなたのご飯ないのよ今。呼んだのにないね、呼んだのに何もない、なんていうひどいことしてるんでしょうか。分かった。じゃあこれをね、あ、おっと、また、お、気づきました。いいね。気づいたの、これにないよ、今は。うん、気づいたの。はい、はい、ではね、90gさんとダックコーヒーさんのね、奇跡のコラボ、コーヒーをいただいてみたいと思います。美味しい。ああ、なんかちょっと濃すぎるかなと思ったけど、美味しいですね。しかも本当になんか2つ味がある感じがしますね、口の中で。そうか、こういうミックスを楽しむっていうのもコーヒーの世界ではありですよね。いろんなところのコーヒーを1対1ぐらいで混ぜてね。はい、ということで今日もね、美味しいコーヒーを飲んだんで、一日をね、始めていこうかなと思いますよ。では、皆さん、良い一日を。だから、しんちゃん、呼ばないよ。呼んでから来てよ。早い。もうないのよ。